僕のあれですね、受験番号先生の受験票見直しました。僕、これですよ、僕5263ですよ、5263見ますか。マジで見えないです、これは。過ぎてから1分か2分ぐらいなんで。半年は結構きつかったです。マジ見えないっすよ、ちょっと。僕ちょっとメインなここから見えますわ。僕ちょっとメインでここから見えますわ。見えないっすよ。落ちました。おめでとう。現役。あ、一番いい。落ちました。あ、お疲れ様です。落ちました。あ、落ちちゃいましたね、ちょっと。まあ、結構悔しいですけど。まあ、そうですね。やっぱり自分の実力不足ってところもあったと思う。はい、家帰ってきました。まあそうですね。まあ、僕もともとは大学生で4月から9月までは普通に大学生してて、夏休みにちょっとこれカメローニしようかなと思ってちょっと始めたんですよ、カメローニを。で、まあ、それでまあ半年間でも大学の後期はあんまり学校行かずに、てかほぼ行ってなくて、多分単位全然全く取ってないんですよ、単位で。多分留年はしなくて、それでまあ後期だから、その9月からその二次試験までずっと勉強してて、まあけどそうですね、最初は二次試験の勉強して、で12月からセンターの勉強始めたんですよね。結局まあ大学の生活って結構なんか割と前期は結構忙しくて、なんか結構自分の目標みたいなのちょっと見失った感じしてて、なんかやっぱりまあ曲も作ってたんですけど、大学の前半は、まあ、曲作りをプチやめて勉強に専念したんですけど、まあ、半年間なんか勉強したら一人になる時間が多くて、まあ、それで一人になったら結構いろいろとなんか考えることが多くて、その政治とか経済とかで、まあ、ほんまになんか自分の目指してるもんとか、なんかもっとちゃんとそうですね、自分の目指してるもんがなんか向き合いたりしましたね。まあ、別に僕はそのこのカメローニ全く得たことは全然後悔してないですし、まあそうですね、全然後悔してないですし、まあやっぱり、まあ、そうですね、まあ、保護者の方にもまあちょっと迷惑かけたところもあるんで、まあちょっと今それは申し訳ないですね、本当に。まあ僕そうですね、まあこれまあ入試終わったんですけど、いやここからまあ僕今までまあ京都大学目指してまあ、頑張ってきたわけなんですけど、まあそれまあ終わったんで、ここで終わってじゃあどうするかって言ったら、まあもちろんもうこれからまあ今の大学で今入って行ってる大学でまあ自分まあ頑張って、まあ頑張るだけ頑張って、あとまあ僕曲も作ってるんで、あの入試終わった瞬間から僕曲作ってるんですよ、ずっと。その曲作りを頑張って、もっと、あとはまあこのチャンネルでももう普通になんていうか、そのステハゲチャンネルみたいな感じでリスペクトしてるんで、僕ステハゲチャンネルのこと、ステハゲさんのこと、まあそのステハゲさんみたいにまあやっていけたらなって思いますね。はい、まあ音楽ですね、音楽も勉強、まあ別にこれで落ちたからとかって別に腐るのは全然違うし、まだこっからもっと生きるはずやし、どんどん勉強以外の面で、もう今この
なんですか、入試の勉強っていうのはもう僕の中では終わりですね。まあ、二浪とかは別にないっす、絶対。そうですね、まあじゃあ、あの概要欄に僕の音楽のチャンネル、僕音楽のチャンネル上げてたんですよ。その、まあ、ぜひ皆さん見てくださったら幸いです。ぜひあのね、僕音楽チャンネルの方もあの登録していただいたら本当にありがたいですし、まあ、僕の個人チャンネルも、この個人チャンネルもね、あのジマチャンネルとして、まあ、今後ともやっていくことになるんで、ぜひ皆さん、あの受かった方本当におめでとうございます。まあ、僕自身、まあ、勉強でいろいろと学んだこともありますし、まあ勉強って楽しくないみたいな感じかもしれないですけど、僕は楽しくないことはなかったんで、まあ、多少最後はきつかったですけど、まあ、やっぱり結構成長できたかなと思いますね、やっぱり。はい。じゃあ合格した人おめでとうございます。で落ちた人はまあ気を落とさずに、浪人するなら、まあ、頑張ってください。僕はもう次は音楽で、音楽と YouTube とかインターネットで、まあ、頑張って有名になるように頑張ります。ぜひ概要欄の、音楽チャンネルの登録、視聴、高評価お願いします。ありがとうございました。